はい、いつもありがとうございます。 BGB441、バスケットのレボリューションワンマスターですね。今日は2回予定しております。先に441で、442の方はワンインナー8箱を、4スポットで開催する方式ですね。まず441の方はマスターでやります。チームは30チームランダムで行います。チームの抽選とお客様のハンドルネーム抽選で紐付けしてチームが決定します。でその後に、開封してインナーごとに開封します。でチームごとに分けて、発送引き取りとなりますね。はい、じゃあよろしくお願いします。今日2回戦なんで、じゃあまずチームの抽選回数ですね、いきます。1と1の2は振り直しです。はい、5と6、まずチームの方11回ですね。はい、じゃあいきます。11回です。1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10で次11回目。はい、トップグリズリーズ、ボトムがキャブスです。11タイムになってますね。大丈夫です。ランダマイズされた回数がここに表示されますね。はい、貼り付けました。次お客様のハンドルネームです。同じくサイコロ振ります。はい、3と2 5回、お客様のハンドルネームは5回抽選するということですね。はい、貼り付けました。いきます。5回ですね。1、2、3、4。で、5回目、ポチ。はい、トップ、KAW、ボトム、山田。同じくここ、5回になってますね。よいしょ。で、貼り付けます。はい、BGB441 ですね。チームが決まりました。読み上げます。グリズリーズ、KAW、サンズ、ポンプ、ピストンズ、KNB、ブレザーズ、山田、ホークス、K39、ブルーズ、ポンプ、ホーネッツ、RAR、ニックス、K39、レイカーズ、山田、サンダー、DAI、ウォリアーズ、DAI、ナゲッツ、HAS、マジック、HAS、ナゲッツとマジック、HAS さんですね。スパーズ、キング、セルティックス、キング、ペイサーズ、K39、マブス、山田、キングス、RAR、セブンティシクサーズ、ポンプ、バックス、キング、クリッパーズ、山田、ロケッツ、KAW、ヒート、KNB、ジャズ、キング、ウィザーズ、K39、ネッツ、K39、ティンバールブス、K39、ラプターズ、山田、ペリカンズ、ポンプ、キャブス、山田、となります。今回ほとんどの方が2スポ3スポという感じですかね。はい、いつもありがとうございます。はいじゃあ開けていきます。よいしょ。片方はこちらに置きます。ギリギリ見えるぐらいのところに置いてきます。はい、インナーごとでチームは変わりません。投資ですね。はい、じゃあ開けていきます。開けて箱を取り出します。開封はインナーごとになります。
はい、こうですね。はい、葉っぱ粉。ワインナー葉っぱ粉です。じゃあ、箱からパックを取り出していきます。はい。で、全部パックを取り出して、全部パックを開けてカードを取り出してからチェックとなります。ですので、カードチェックまでに、10分少々かかりますので、のんびりしててください。BGB441 の30チームランダムの方ですね、先に開催しております。442はこの後です、40分後、30分後ぐらいと思います。ちなみに443の方も募集しております。443の方も募集しております。じゃあカード取り出していきます。443も、4スポットですね。ボックスドラフトになります。まあ、サイン2と2分の1ぐらいでギャラクティックもありますし、この間、通販のお客様、インナーで2枚ギャラクティック出たと報告がありまして、やっぱり、インサートと絡むと2枚になる場合がありますね。ベースの2枚のギャラクティックはまだ見たことないですね。インナーでね。まあ、可能性としてはなくはないんでしょうけどね。はい、ここでいいですかね。はい、今日はお店でお客さんとね、オールスターのスキルチャレンジ見ながら、ライブで見てましたけどね。まあ、やっぱり、スリーポイントはね、クレイが早々に敗退してしまうという。で、ダンクコンテストの方も、ね、ラビーンが怪我で、ということもありましたからね。まあでもやっぱりね、見応えありましたね。レボリューション相変わらず売れてますね、やっぱりね。インナーで買ってく方が多いかな、やっぱりな。箱で買われる方もあれですけど、まあ、やるなら全然買った方がいいと思います。店長的には。ワンインナーは、ワンボックス8パック入りなので、64パックですね。で、ワンパックにカードが5枚入り、ルーキーかインサートか何かしらは入ってるかな。
パラレルも2枚入ってる場合、パラレルとインサートとか2枚各パックに入ってる感じですね、大体ね。でサインカードはインナーで2枚、平均2枚、3出るのもあるんですけど、まあ2枚ぐらい、ポイントになると1枚になっちゃう場合、まあそこはしゃあないということでね。あとはセブンティーシクサーズだとシモンズのルーキーカードが1枚、まあ、15ドル前後とかで売れますんで、パラレルだと40、50いきますね、スターとかで。なのでセブンティーシクサーズ選ばれ、そういえばセブンティーシクサーズはどなたですか。あ、ポンプさんですね。ポンプさんはもうあのシモンズ出ただけでウハウハになっていくという状況です。あとはルーキーのいいとこだとレイカーズ、レイカーズは山田さんですね。あとまあコービーとかもマジック・ジョンソンとかもいますからね、サイン。あとはティンバーウルフスとかその辺ですかね。はい、じゃあいきます。441の初めのインナー前半です。ロンドインサートですね。でしょっちゅうこのひっくり返ってるのがいっぱいあるんで、ちょっとあのね、あとずっと見てると目が痛いです。パラレル、お、マーレーのフラクタルです。201なのかな、フラクタル。でも結構案外見るんですけどね。マーレーいいですね。はい。ナゲッツです。ゲッツです。あ、シリアルありますね。こうね、しょっちゅうひっくり返ってるんで。まずビールですね、スター。で、バレンタインのブルーズ。で、RC だ。あ、レバートくん。はい。まあ、ポチポチ出てきてます。ネッツですね。83の100。ボールドウィン。アンソニー・デイビスですね。お、マレーのルーキー。インサートは、スターゲージングの、デリック・ローズ。これは、ジャクソンの方ですね、セルティックス。で、クリスもまあね、ライジングスターチャレンジ出てましたよ、試合にもね。はい。案外、うん。上背はあるんで、という感じかな。伸びのスターですね。エレンソン。あ、サイン見ちゃった。タウンズです。はい、この、ひっくり返しを直そうと思ったら、サインが出てきました。タウンズです。ティンバーウルブスですね。はい。ティンバーウルブスは K39 さんです。おめでとうございます。はい。シリアルはないですけど、タウンズです。ルキーオブザイヤーです、去年のね。はい、サイン1枚目出ました。ルキーですね。このひっくり返りがなきゃなぁ、いいんですけどね。プリンスで、パラレルはレイカーズのズバック。コリンソン。インサートゲージングのノビ。マブスですね。あ、シリアルありますね。ルーキーと、シリアルは、グリズリーズのボールドウィン。38の75。ディアロとカカロット。カバロットってなんでカバロットにした由来を知りたいですね。パパヤンと、ウェイドのフラクタル。パパヤンもなんでパパヤンなのか知りたいですね。ポルジンですね。アンソニー・デイビスの、バイザナンバー。インサートですね。ジャズのルーキー。お、カリーの、ちょっと出ないやつですね。箱2ぐらいです。カリーです。
こうひっくり返ってるのね。めんどくさいっす。はい。フラクタルはマッカラム。スターはマイルズですね。ルキのインサートで下がシリアル。ザック・ランドルフ。元祖人間ポンプ。はい。チャリンコの空気入れさせたら世界一ですね。はい、めっちゃ高いです。ノエルのパラレル。お、イングラムのルーキーで、インサートはバトラー、ブルーズ。ルーキーのスターですね、グリズリーズとルーキーブルーズですね。ナゲッツ、ヨギゾーです。はい。あ、サインが下って金フラか、シリアルないか、水色っぽく、逆さなんですけど、このままいっちゃいます。あ、ヘルナン・ゴメちゃん、最近試合に出始めてますね。チョコチョコですけどね、結構良さげな感じです。ドコモンではないと思います。そこそこ上目指せそうな感じです。サインが2枚です。クリス・ルーキーですね。キングス・カズンズですね。お、シモンズ出ました。1枚目1シモンズ、カズンズインサート。このバイザーマナンバーにあのキングス結構多く入ってるんですね。プロブトンのスターですね。で、その下ジョーンズですね。ウォリアーズルーキールーキー、ラビーン、レバー、ん、誰だ、ウィザーズのルーキーで、その下がシリアル、誰だ、ポープ、ピストンズ、45の75、ルーキーとゲージングが、ウェストブルック、サンダーですね。ジャバリー怪我しちゃった。ルーキースター、グリズリーズ多いですね。グリズリーズのパラレル結構出てます。アリザのフラクタル、ロケッツ、ランドルフスターですね。リラードのバイザーナンバー。はい、マレースパーズの方ですね。アンソニー・デイビス。サインが2枚出ちゃってるんで、あと消化試合ですね、半分。ギャラクティックあるといいですけどね。ウリーちゃん、ズバック、これ2枚目っす。リラード、プリンス、はい、その下シリアルがクワイ、クワイの100ですね。42スパーズ、ルーキーとゲージングのウェストブルック、はい、ブルーズのルーキーとズバック。ズバック3枚目ですね。出にくいパラレル、ジョン・ウォール。お、ショーストッパーズはブルーズのドゥエイン・ウェイド、通常ですね。お、マレー、マレー3枚目ぐらいですね。ジョン・ウォール、レバート、バイザーナンバーがウエストブルック。ウエストブルックもいっぱい出てますね。インサート、ズバック、フォーズバック、パスカル君。マッカウ君ですね。マッカウ君とパラレルブルーズのバレンタイン。ガソール。バイザーナンバーローズ。バレンタインルーキー。で、その下シリアル。トニー・パーカーですね。スパーズ、
あれ、パニーニさん、シリアルないよ。ナイス。店長老眼じゃないです、まだ。パニーニさん、シリアルないよ、これレアだよ。ないよね。ないね。シリアルノーシリアルです。面白いですね、これ。ね、これ光り方的には25シリのシリアル25ですよね。75が集中線なんで。え？ナイス。ナイス。シリアルがナイスっていう意味です。はい。シリアルなし。エラーですね。スタンプしたつもり。はい。ジャイロのフラクタル、セルティックス。トリスタン。デローザ、インサート。クリッパーズ。シモンズ2枚目。2シモンズ。マレー、スパーズ。ホイールはあの、ちゃんと、あの、プラチナブルー色なんで、ギャラクティックではないですね。うん、パーカー。ギャラクティックの場合は金色のホイールですんで。マブスのルーキー。ビール。エレンソン、はい、ルーキー、ネッツですね。それとパラレルがウィギンズ、これ同じ光り方？あ、100シリか、100シリと同じ光り方ですね。パーカー、ウィギンズはシリアルがちゃんとあります。42の100、普通はここにあります。ティンバウルブスですね。なんでないかは不明です。ウェストブルック、マレーのスター、フラクタルロンド、ブルーズ、サンズスター、バレンタインインサート、ジャイレンルーキーとズラント、はい、ビーズリーとクリポー、オヌアック君、はい、インナーのこれ最後ですね。今前半のインナーです。バイザナンバー、デュラント、はい、すごいジャケット着てましたね今日。ハーデン、クリス、オカホー、スタート、パパヤンのインサート、ソンメーカー、ルーキーとシリアルがマジックのフォーニア、100の25、ニックス、ルーキーとブルズのジミー・バトラー、インサート、マレーのスタート、クワイのフラクタル、モンタのスター、ボールドウィンインサート、ヒールド。ヒールドもちょっと片鱗見せましたね。オルドリッチ。という感じです。前半3位に、シモンズ2、ノンシリのトニーパーカー1。という感じですね。はい、じゃあこちらの。はい、残りのインナーですね。また同じく箱取り出して、パック取り出して、カード取り出してからチェックです。その後に BGB442 です。
はい、じゃあパック取り出していきます。今26分だからやっぱり40分ぐらいですね。前半抽選入れて開封始めたのが8分ぐらいだったのかって、ワインナー今のスピードでやって15分ぐらいな感じですかね。サインは、タウンズとヘルナン・ゴメス。ヘルナン・ゴメスはナゲッツですね。ゴメちゃん。はい、じゃあ、カード取り出していきます。後半のインナーです。ただティンバールブスは結構選手がラインナップ多いんで、この間の時も確かウィギンズとラビーンだったのかな、インナーでね、マスターでか、1人で2枚持っていく場合もなくはないです。レイカーズ、ティンバールブスが多いのかな、可能性確率としてね。ダンもいますからね、ティンバーウルブス。ね、このトニー・パーカーはこのまま持ってた方がレアなのかな。スパーズはキングさんですね。まあある意味レアチェアはレアですよね。100シリのものですね、ホロのパターン見ると。今 BGB441 の後半を開けてます。終わるのがまあ40分か、カードチェックもってことですね。終わるのが40分ぐらいだと思います。これを開封が終わった後に、442ですね、インナーで開催します。ちょうど店頭にある、残りのワインナーを使いたいと思います。443の方が8スポ埋まったらマスターでやろうと思ってましたけど、とりあえず埋まんなそうなので、インナーでやりますね。一応443も募集開始しております。ホームページの方は443になってます。
さあ残りあとサインが2枚プラスギャラクティックといったところですかね。あともうちょっと。あと4パック。はい、ラスト。はい、じゃあ441の後半です。よろしくお願いします。マレーの、スター、アストロですね。で、ボールドウィンのフラクタル。ちょっと待ってくださいね。レギュラーカードが多くなってきちゃった。はい、オカホ、アストロ、バイザナンバーのリラード。シリアルか。はい。ミルサップ。49の100。49ですね。ホークスですね、ホークス。マレー、ルーキー、ローズですね、ローズパラ。レバート君。ジャイレン、セルティックス。インサートですね。ブレザーズのルーキーのアストロと、マブスのルーキー、パラレル。モンタのアストロ、スターゲージングが、カリーです。ん？サインがある。うん。どうだろう。逆さですけど、このままいっちゃいます。誰だろう。誰だ？ラビンだ！ティンバールブスです。はい。計39。もう一枚は、どうだろう。強いかな。おめでとうございます。ラビーン、シリアルないですね。タウンズ、ヘルナンゴミス、ラビーンです。今はい、ダン、ウルブスですね。ん、シリアルですね。お、ブルーズのバトラー、あ、これ25かな。あ、5の25です。ブルーズのバトラーです。あ、どうも。いらっしゃいませ。はい。ニックスのルーキーとレブロンのスターゲージング。マッカ、ルーキー。クリスですね。ブログドンのアストロとマレー。いいですね。スパーツ。いいルーキーのパラレル。レンチャンですね。またブログドン。アストロ。マレーじゃないか。レバート君でした。色違い。黒だ、黒だけどね。ケンバのアストロとイングラムのインサート。バレンタイン。パラレルは、ジョナスですね。ラプターズ。グリーン。グリーンのアストロとマレー、インサート。はい。デローザンのアストロ。ポール・ジョージ、インサート、スターゲージ。ホワイトヘッドとデローザン。サリッチ。いい選手ですね、サリッチね。で、クリッパーズのルーキー。マッカウ、アストロとプリンスの方ですね。こっちの方ですね。ローズのアストロ。お、ショーストッパーズはウェストブルック。サンダーです。インナー1か2ぐらいですね。ショーストッパーズ。
キングスのルーキーとその下シリアル。ウーリちゃんですね。はい。58-75。サンズ。ニックスルーキーとデアンドレ。ね。はい。結構いい、優しそうな感じです。彼。はい。オヌアクのフラクタル。オヌアクはロケッツ。はい、ウィンスロー、ポエルトル、ポエルトル、ラプターズ。ソーンメーカーですね、いい選手です。ラブ。ニックス・ルーキーとウエストブルック、サンダー。カカロット。カカロットと来たら、ズバックこの組み合わせ。ツボですね。何がツボかわかんない。ね、そんなもんですね。はい。オラディポ、アストロト、プリンス。ヒールド。で、シリアルはクレイ。クレイの75かな、この集中戦。これ一番かっこいいですね。29-75。ウォリアーズ。エレンソン。ジョン・ウォール。ジョーンズと、誰だこれ。ピストンズのルーキー、フラクタル。で、後半の後半です。おひげ。はい。ブロンボーイですね。ボロンボーイか。クレイ。ズバック。ポール・ジョージ。これはケン、あ、ギルクイストですね。ベースです。で、サボニス息子、アストロ。いい選手ですね。ボル。と、アストロ・ウエストブルック。キングスのルーキー。バレンタイン。で、後ろのシリアル、ウォリアーズが見えてます。ドレイモンド・グリーン。これ100かな ?74-100。ん ?3 シモンズ目ですね。シモンズ3枚目。ショーストッパーズ伸び。通常ですね。まだギャラクティックがないですね。ポエルトル・ラプターズとウィンスローのフラクタル。フォーニア・アストロ、キングス・ルーキー、ジョーンズ、これはナイト、サンズですね。ニックスのルーキー、ショーストッパーズ・レブロンです。キャバリアーズ。キャブスと頭の中で言おうと思って噛みました。マレーのアストロ、ニックスのルーキー、こっちの方が多いな、ね、ちょっとこうひっくり返ってるっていう、クレーのアストロと、ヒート、ホワイトサイド、ダンのルーキーで、その下レボリューショナリーズのパラレルです。オスカー・ロバートソン、65-100。バックスですね。オスカー・ロバートソン。レジェンドです。ブログドンとクリッパーズのルーキー。レバートのアストロとマレーのフラクタル。あ、2枚目じゃないの。フラクタル、マレー。いいっすね。上がりそうっすね。曲がるか。ブルーズのルーキーと、おまたマレーのフラクタル3枚目です。3枚目ですよね、フラクタルね。ナゲッツってどなたですか。
ナゲッツ HAS さんですね。これはでかいですね。はい、ウォルトリッチのアストロとベンダーで、シリアルが、誰だ、ランドル55-100、レイカーズ、ブルーズのルーキーとガソール、ウーリちゃんと、あ、この下にギャラクティックですね、多分ね。コマン見ちゃいます。アンソニー・デイビスの下は、お、ミルサップはい、ホークスのミルサップ、ギャラクティックです。はい、ギャラクティック、ホークス、 K39 さんですね。おめでとうございます。もう全員じゃんけんですからね、これね、しょうがないですね。はい、お、マレーウリちゃん、マレーいっぱい出ますね。今日が旬ですねまたマレーですね。インサん、サインだ、誰でしょうか。これがパスカル君の下、レバートです。ネッツですね、ブルックリンネッツのレバート君。ネッツも K39 さんですね。おめでとうございます。はい、プリンスと、ライユン、ん、レイマンか。お、ショーストッパーズまた出ました。3枚目ですね。タウンズです。ティンバーウルブス、あと最後です。ここで、サリッチルーキーとジョン・ウォールバイザーナンバー、ビーズリーアストロ、ニックスのルーキーのフラクタル、ニックス3、4人いるんですよね確かね。ミロティッチとビーズリー、ウンパク、ヘルナン・ゴメス、ホワイトヘッドの下シリアルですね。ジミー・バトラー、ブルーズ19-100、ジャイレン・アダムス、ピーズリー、キャブス・アービングのスターゲージング、ジャイレンのアストロと、お、マレー、マレーいっぱいマレーいっぱいです。はい、で終わりました。 BGB441 です。サインは4枚、ティンバルブス、タウンズ、ナゲッツのヘルナン・ゴメス、ティンバルブスのラビーン、ネッツのレバー、ギャラクティックはホークス、シモンズは3枚、あとシリアルのない、100シリーであろうトニー・パーカー、シリアルがないです。ここにエラーですかね。はい、という形です。で、この後 BGB442 ですね、はい、開催します。ちょっとメールを見て、4つは埋まってないかな。はい、まあインナーですね。はい、じゃあインナーでやります。インナー店頭に余ってるのがあるんで、それを使います。はい、じゃあちょっとカードだけ、片付けます。大丈夫。
ああ、そうなんですか。でかすぎるかな。これでいいかな。はい。じゃあ、442は、4スポットです。で、1スポット、あ、そうですね。もうやりな